はい、梅チャンネルです。本日は2月の22日月曜日、時刻は9時57分、もうすぐ10時ですが、今中標津町に到着したところです。左に曲がってください。これから根室振興局の管内でいうと根室に次いでの人口を誇る2万1000ほどの人口を誇る中標津町を回ってみたいと思います。さっき2万4000って言ってなかった？言ってないですよ、一言も。そう、はい、上野さんという人は左に曲がってください。中標津町はかつて梅チャンネルでも滞在したことはありましたけど、夏ですね。そしてこれは今走ってるところは国道200、これがちっちゃい72号。しばらくまっすぐ行ってください。はい、お、ニトリがある。はい、まっすぐ行ってください。で、次の信号を右に曲がってください。ローソンを右でしょうか。はい、そこを右、そこ右、そこ右。そしてその左手には東武サウスヒルズというショッピングセンターがあります。その前にはサツドラがあるよ。はい、はい、うわ、正面にはまっすぐ、まっすぐ知床半島じゃないですよ。違う、全然違う。知床半島はずっと向こうですって。いいね。はい、何山ある？知り間。そんな山まで見てたらもうなく案内ができなくなっちゃう。シャリだけだ、シャリだけ、シャリだけ保護してるよ。はい、まっすぐ行ってください。この広いの何でしょうね。わかんないっす。ダウンタウンから外れてるじゃん。あ、学校がある。これ昨日通ってきたところとはちょっと違うな。一本一本違うか。はい、どうですか。おお、いいね、この坂。はい、上から見下ろす。はい、まっすぐ行ってください。おお、まっすぐ、まっすぐ、すごい景色やん。まっすぐ、まっすぐ、シャリだけ。はい、これはまた規制を発した。次の信号を右に曲がってください。ここ右、ここ右、ここ辺ダウンタウンじゃない？はい、だからダウンタウンですよ。郵便局があって、はい、昨日通ってきたとこですよ、ほぼ。何つたよ。違うね、スタヤですぞ。え、中尾書店って書いてある。はい、右に曲がってください。はい、まっすぐ行ってください。はい、あ、通ったね。ここメインストリートです。第一未来信用金庫って思いがある。ここがメインストリートです。この先ちょっとまっすぐ行ってください。高砂食堂。はい、まっすぐ行って、この今走ってるところの右、あ、セーフマン、左側がスナック街です。ほら、この辺が大体中心。あ、ビジネスホテル佐藤に前止まりましたぞ。はい、あ、そこで止まった。はい、止めたらバスターミナルがあるってことだよね。まあちょっと先ですけど、北海道銀行、ホットモットがある。あ、はい、ここバスターミナル。ああ、中標津バスターミナル。歩いたね。は
はい、ここ左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 。道がないすいません、その先です。すいません。あ、焼肉屋さんがある。もっと先でした、すいません。いや、本当は左過ぎちゃったんで、もっと先に行きます。もっと先、もっと先。でもまあ、この辺もまだダウンタウンですよ。ダウンタウン。美味しそう。和菓子屋さん。第一未来信用金庫。はい。大都会。中標津町です。で。次の信号を左に曲がってください。信号？はい。スルハトラック？いや、ここ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 。信号じゃないじゃん。手前でお願いします。はい。シーア。で、止まれを左に曲がってください。焼き肉屋さん、屋さん多いね。そうですね。血が多いからな。そう。うん。な、産地直送じゃなかですな。はーい。わ、ここは両側に。はい。木が。スナック街に入ってきます。本当だ。スナック。ラインの。はい。あ、右側にスナック街が。はい。お。この辺もスナック。違うね。はい。まだまだスナック街が続きます。スナックドルフィン。スイーデン。お、スナックビルだ、あれは。昭和時代っていうのが。これ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 。なんとだ、スナックビルは。やんちゃじじい。まっすぐ行ってください。お、立派なスナックビルがあるやん、ほら。はい、スナックビル群です。すごいじゃん。はい、まっすぐ行ってください。まっすぐ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 。おお、どこまでもどこまでもスナックが続いてる。はい、スナック白木屋がある。あ、まだ続いてる。まっすぐまっすぐまっすぐ。すごい。これがビジネスホテル佐藤。違うか、これか。はいはい、まっすぐ。この辺は歩いたはずですけど覚えてないですよね。で、次は左に曲がってください。両方ともスナックです。ここ左に曲がってください。これはスナックだけの動画が撮れるぐらいの広さがありますね。そんな。で、そこ左、そこ左、そこラーメン左、ラーメン左、ラーメン左。え、道ないよ。これ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 この道。はい。うわ、待ってちゃう。すごいじゃん、スナック街が。これスナックだけ取れるんじゃない？ダメです。中標津ダメです。もう出ます。よろしくお願いします。すごい。北のまっすぐ行ってください。まっすぐまっすぐ。北の酒場だ。まっすぐまっすぐまっすぐ。本当やね、このここにもスナック街がある。でも広いよ。道路というよりなんかこう段差が路地やん。歩道を乗り上げていかないといけないので。すげえ、ここ。そしてそこスナックビル。スナックビルやね。左側路地じゃないの、ここ。ほら、はい、かなり広いよ。中標津安楽街は。はい、そしてこれがスナックビルですね。滑り落ちないようにほら、はい、網がしてある、はい、ここでこれ道です。右に曲がってください。右？はい、もう出ます。普通に街中走行に戻る。まっすぐ。はい、はい。で、次は左、次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 。そうですね。そうです。左、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 左。
そうでした、申し訳ありません。そうやろ、ビジネスホテル佐藤は自分が以前泊まったんです。ここ泊まり、泊まれですけど、まっすぐまっすぐ、そうでした、前ここ泊まったんでした。そう、すぐ裏にそうでした、裏がバスターミナルでした。へー、やばい、ここよバスター、はい、まっすぐ行ってください。明石別 BT 交通センター、うわ、ここ綺麗に整備されてる。中標津総合文化会館シルベット。あ、味噌ラーメンがあるやん。はい、食べたい。そしてショッピングセンターアルルが、どうですか、インターロッキングで整備されたこの歩道。いいね、車道がこんな綺麗になっていますぞ。はい、でここ左、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 おしゃれな家があった。止まれ、左に曲がってまっすぐ、まっすぐ行ってください。どこまでもまっすぐ、 JA 中市です。まっすぐ行ってください、どこまでもまっすぐ。ビルがあります。まだまっすぐ、ずっとまっすぐ突っ切ってください。危ない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 、この子供、おばさんじゃないですか、このおばさん。まっすぐ川を渡ってください。赤、どうですか、梅野さん、中標津転勤、少しずつ都会やね、梅野さん、中標津転勤。いいよ、俺北海道だったらいいよ。ダメです。なんで、許せません。北海道一回住んでみたいよ。大丈夫そうですね、燃料は。うわ、また雪道、やだ。坂があるよ、はい、突き当たりを右に左に曲がってください。突き当たりを左、突き当たりを左、突き当たりを左。空港って書いてあるよ。バカと思われるよ。バカです。はい、これが中標津町役場です。役場の建物です。ここになんか工場があります。メグミルクって、メグミルクの工場がこんな街中にありますね。で、ここを右に曲がってください。昨日通ってきた道です。中標津環境外が総合ティーングワン330アリーナ。はい、以上で中標津総合動画でした。